レギュエイチでもやっぱり最強。はい、もちろんです。本日はですね、カイリュウを使っていきたいと思います。まあ、このポケモンの強さね、皆さんもうよくよくね、ご存知だと思うんですけど、まあ、今回ね、レギュレーション H で、このカイリュウの抑止力になっていた、羽ばたく神とパオジアン。この2体がね、どちらも出禁になるということで、まあ、いよいよね、このカイリュウ止め方がわからないということでね、このカイリュウの強さ何戦か実況してきたので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。それでは対戦の方へ、どうぞ。ドサイドンくんの出番ですね、これ。これドサイドンくんの出番です。で、ドサイドンできつい。相手のサーフ越えにこれガオガエン連れてって、アット1か。アット1、そうね。ま、カイリュウ出しとこっか。ま、相手のドドゲザンとかにも強く出られそうだし。これでいきましょう。お願いしまーす。サーフでね。オッケーオッケー。まあ、で、これは一旦ガオガエンに引けるから。はい、で、サーフ越えかな、相手選出。ここはガオガエンから入っちゃいましょう。まあ、ちょっと読まれるとちょっとだるいくらいかな。ガオガエン投げて。相手はトリック、ああまあわかりますね、まあわかりますね、ガフかな、あメガネか、あまあそれはそれでいいか、うんそうね、やべこれバークアウトじゃなくて叩きの方がいいな、まあ一旦素直にフレドラ打ちますか、引っ込める、まあまあ捨てずに振ってもよかったけどね、入るかな、ガオガエン、はい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 、なるほど、鬼火あるかな、それはドライブ。待てー。どうしよう。一旦カイリュウ投げるか、まあでもそれか、相手の裏、グライオンいなさそうだから、ドサイでもいいか。ドサイから入っちゃうかな。ラストカイリュウ通すイメージでいきたい。ドサイ投げて。で、ゼリー。はい。まあ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 。どうすんだろう、もう一回サーフゴーなのかな、ああ、もう一回サーフゴー。まあもう一回ガオガエン出してっていいかな。ゴルラ打つんかな、相手。まあガオガエン投げますか。ああ、釣ってくる。ガレ釣り？ガオガエン。ガオガエン。まあでも悪かないか。悪かないな。悪かない。でもこっちが威嚇入れられてるから、で、まあ、捨て台詞で。あー、まあ、でも、ここちょっとサーフ5あるか。ここちょっとサーフ5あるよな。フレドラ打っちゃおう。気まず。気まず、なにこれ。え？気まずいって、ちょっと。気まずいっす。先生、気まずいっす。こんにちは、どうも、こんにちは。まあ、相手が引かなきゃいけない対面だと思うんで、このまま居座ってっていいと思う。相手が威嚇入ってるから、ここはこっちは、まあ、居座られてもいいと思ってたんだよね。鬼ぶってくれたからむしろ大きいかもな。まあ、サーフゴーバックが最高だったんだけど、捨てゼリフ透かしのね。ワークアウト。全然入らん。フレドラ。いや、フレドラ偉いな。火力あるな。火力があって強い、普通に。フレドラ連打します。押し切り手、このまま。あ、フレドラある。気まずい。相手、平野いとくかな。平野見とかありそうですね。いや、楕円削られるとサーフ号の処理ちょっときついよな。サーフ号の処理ね。まあ、でもメガネだったから、ゴルラシャドボ10万トリックか。まあ、10万のサイコショック。まあ、ちょっと気合玉がさえなかったら別に処理効くから。まあ、ちょっとこのまま潜っちゃおうかな。バカと。めちゃくちゃちまちま気をつけな。フレドラ、まさか威嚇入ってるからみたいな。なんかレスラーが暴れ回ってるけど、こんばんは、どうもこんばんは。フレドラ連打で起点にしたいんかな、これ裏の誰の起点、起点といっても誰の起点なんだ。あ、ここはもうこのまま突破しちゃいましょう。火炎突破できたら割と土砕の通りもまあまあまあ悪くはなさそうだし、ガオガエンに上から鬼火入れられる動きも嫌だったんで、これはいいんじゃないかな。さあガオガエン突破。痛い。相手の裏から来るのサーフゴール。まあ全然いいっすね。悪だくみもさすがにメガネはないと思うんで、まあ残すルートさすがに残してもしょうがない気はするけど、どうしよっかな。威嚇用に残すかどうか。
相手のラスト誰からね。ドドケさんっぽいから、まあ、魔剣気発動もめんどくさいんで、このままフレドラでいきます。10万ボルト。はいはい。やっぱメガネなんで。トリック、ゴリラ、シャドボ10万か。まあじゃあ、海流でいいんじゃないかな。海流で普通に地震でいけそう。そうっすね。まあ一旦地震で。まあ裏が海流とかだったら、まあ一旦のサイドの引きとかも全然ありだしな。まあ相手はテラスを切ってくる。まあ全然良い、全然良い。気候とか。水テラス。はいはいはい。水テラス。HP ベースのやつかな。テラバーストないと嬉しいかな。さすがにゴリラ、シャドボ切らんやろ。ゴールドラッシュ。オッケーオッケー。まあ、これはただもうメガネをガオガイに渡してるから火力がそんな出なくて。地震。1B のやつかな。ここは一旦跳ね休めで。おさえ気になってたんで助かります。あ、でも面白そうだよね、やっぱりね。パワーあるポケモンだし。ね、水浦きつかったから。さあ、相手は引っ込める。誰？ドドゲザン、勝ったな。あ、まあ、ギロチンだけちょっと負けれるか。ギロチンだけ負けれるけど。まあ、しょうがないかな、それは。跳ね休め。まあ、ここは地震打ちます。相手テラスも切ってるんで。まあ、ドサイドンが若干、おー、引いてくる。オッケーオッケー、ありがたいですね。全然嬉しいな。まあ、平止め食いたい感じかな、相手は。地震。はいはいはい、平止め。まあ、これは地震神速で落としに行っちゃいましょうか。シャドーボー。全然良いね。オッケー、D 下がんない。低速で縛れるかなあ、縛れますね。やばい。海流やっぱ最強かもしれん。こいつ。あ、引っ込める。あ、引かれても別にいいかな。プレッシャー、さっき見逃してたけど、プレッシャー、どういうこと、まあ、地震でいいか。引っ込める。身代わり持ちでも別にね。身代わり持ちでも別にね、あんま、PP カラスは無理だと思うし、海流のね。なんかあるかな？なんもないと思うけど。弱歩だとしても、まあ別に地震からでいっか。うん。もう地震通る。硬い。弱歩ではない。ギロチンもない。ゴツメが入る。強すぎる。海流が。ここはまあ地震でいいかな、このまま。ウェッジ耐えそうだし。ここはね、ギロチンのケアだけしとけば良さそうな感じあるんで。地震でいきます。オッケー。地震で土下座突破しきって、勝ちと、ナイス。まあ言うて総大将でもあんま変わってなかったんで、これは。そうだね、特性会話するっぽい気がするけど。はい、対戦を出した。海流最強。どうしますかね。これは、海流の通りがビビるぐらいいいんで、ガッサからかな。ガッサのさ、欲しい相手死ぬほどやばくね。一旦ガッサから入って、で、海流も欲しい。あと1、まあ、サーフ号かな。サーフ号か、まあ、ガモスで水テラス切るルートも全然なしではない。スケショ海流ちょっとやばいし、サーフ号とかでいきますか。これでいきます。お願いします。さあ、相手の先発、ウェーニバル。何してくんだ、お前。ウェーニバル？マジで何してくんの？他に奉仕から入るか。トリプルアクセル、入るな。オッケーオッケー。余裕だね。余裕でもないか。余裕でもないか。欲しい。寝かせて。まあ、一旦種が打ちますかね。ありませんがね。引いてくんのかな。まあ、引きなら引きでいいし。回復するからね。ちょっと最速置きだけはしてほしいかな。ああ、まあ、偽ってくれますよね。刺されませんがね。強っ。テクニじゃないのに。あ、もう一発。よし。よし。ふい。イダイト。お。イダイトか、ラストがガッサきついのかな。スイスイダイトっぽいよね、相手でも。別にイダイトならなんか、ハイルで受かりそうじゃね、普通に。お墓参り撃つ。一旦ハイル投げていくか。ハイル投げて。お墓参り。65。強くね？弾か。落ちるんだけど全然。まあ、ノマテラ切るか。ノマテラ切って、いや、引きあるよな、ここ。ノマテラ跳ね休めあたりが丸い？いや、食いたんもあるよね、ここ。やべえ、ちょっと低速耐えだから痛いときちが、
ラスニョロトノかな。さすがにノマテラの羽か。引っ込める。まあわかるね。このですか。このえ。いや雨枯らしてどうにか。雨枯らせば勝てるんだよな。雨枯らせば勝てる。ノーマルテラス。ヨロトノでも多分ね HB だから。まあ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 。まあ大丈夫。ボタンかな。ここは地震から入ります。脱出ボタンかな。ボタンなら全然いいんだけど。あ、オッケーオッケー。これはね、偉大刀の水技一発は海竜が耐えるし、で、ゴツメプラス、反動プラス、弾プラス、地震で落とせない。でしょ、海竜落ちるかな？落ちることある？抜けますか？ワンチャン落としてきそうな顔してるもんな、なんか。僕やれますみたいな。オッケー、さすがに耐えるね。さすがに耐える。で、ここは、地震でいいかな。ウェブタックル。じゃあ、勝ちじゃね？ほいー。ここは水テラスまで耐えてたんで、これは大丈夫。めっちゃ削れる。ありえないほど削れる。さあ、地震。まじゃ、ここは、まあ、一番、あんま役割なさそう。誰も役割ないんだけど、どうしようかな。誰が一番役割ない？ニョロトに一番勝てなそうなポケモン選手権。まあ、地震でいいかな。はい、オッケー、タイツさん出した。これは海竜が最強すぎ。チャンネル登録、高評価、よろしく。どうしますかね。いや、ガチグマ普通にやば。これはアシレーヌ結構通りいいかもな。アシレーヌ悪くないけど、ガチグマどうしよう。ガチグマどうしよう。ガチグマサーフゴどうしよう。バサギリ、アシレーヌ、カイリュウとか？ちょっとブリジラスが重いけど、ブリジラス意識ならサーフゴ欲しいんだけど、ガチグマとか考えると、まあ、ちょっと欲しいよね。ガチグマとか考えると欲しいよね。アシレーヌ、サーフゴとかね。まあ、これでいきますか。これでいきます。お願いします。さ、相手の先発、偉大刀先発。おー、スカーフとかなんだ。まあ、でも、これは、これ、出番じゃね？これ出番じゃね？もしかして。一旦チルでトンボ返りでもいいけど。アクテラツジギリ、撃っていいのか？撃っていいのか、本当に。アクテラツジギリ、撃つ。いや、クイタンからカイリュウにアシレーヌ後投げとかのテンポ取られそうだから。え、てか、偉大刀ぐらい落とせるか、普通に素のツジギリで。一旦ツジギリ。ほいよーおい、弱っ。あ、クイタン、あ、ごめん、耐える、耐える、耐える。お、ぶなおい、嘘だろ、おい、まさぎり、おい。おい、お前、実は切れ味じゃないとか。え？意外と落とせないことある。嘘だよな。あ、この出てくんのさすがに神速っぽいから、まあ、一旦カイル投げでいっかな。コツメ入れつつ、ちょっと考えましょう。まさぎりくん、実は切れ味じゃないとかある。引っ込めて。ノマテラ海竜どうしよっかな。オッケー。ここは5つ目なんで、ちょっとこっちが有利取れ、まあ、相手も5つ目のパターンはあるんだけど、まあ、一旦は有利取れてるはずで、さあ何から入りますかね。一旦こうつか。まあ引きに対しては別に何、誰引かれてもそんなすぐは困らないから。はい、オッケー。よーし。これは素晴らしい動き。新速で、ごつめ入れていきましょう。ここは一旦引きだと思うんで、まあ、羽休めからでいいかな。マシンもまだ耐えるでしょう。オッケー、引っ込める。これ羽休め打っているんで、かなりいい展開。裏から来るのはサーフゴー。サーフゴーに対しては、ただ今回、アシレーヌがかなり強く出られるんで、羽休め。いいんじゃないでしょうか。ここはアシレーヌなしでいきましょう。相手トリックとかから入ってくれると嬉しいんだけどなぁ。どうだろう。トリックまあまああると思うんだよね。相手のサーフゴーの型次第ではあるんだけど。ここはアシレーヌ出していきます。直近なんでトリック以外だったら別に結構強く出られるかもしれない。スローボール。で、ここはダメージ見ましょうか。うわ、強い。絶対メガネ。100メガネじゃん。100メガネで、まあ、アリア打ちますか、素直に。まあ、ちょ、海竜バックも見えるんですけど、まあ、さすがにアリアからでいいと思う。オッケー、オッケー。これ、ね、激流入りそうだから、アリアで突破できるんじゃね？よしよし、D ラン関係なくて。ここは、歌方のアリア。ほい！やー！あ、硬い。激流入ってない？入ってるか。じゃあ、相手が結構耐久振ってるな。まあ、じゃあ、ここは悪事で切りでいいかな。
まあ、ここまでサーフを削ってくれればアシレルの仕事としては十分だと思うので、悪事でいきます。アクアジェットほい、惜しいね惜しいね。じゃあここはバサギリのトンボ帰りにいいかな。そうですね、結構いい感じじゃない。まあ、じゃあここはバサギリ出していきましょう。でトンボで処理しちゃって、そうだね、トンボ帰りからでいいかな。引っ込める。帰りゴツメだったりするんかな。青くき意外と大きいね。それはそれでありがたい。これ相手岩石アクス打たれてたらどうしたの。トンボ帰り岩石アクスでもよかったかもな。そうだね、偉大刀も縛れるし、そっち正解だったな。ちょっと見つめましたね。まあ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 、サーフ号用に一回残せんのも悪くないし。ちょっとサーフ号のね、トリックだけもらわないようにしないといけないから、トリック受ければサギリは残しておきましょう。さあ、相手はサーフ号から来る。相手どう見てもメガネサーフ号なんで、ちょっとここバサギリ出します。かなりトリックが見える。まあ、トリックじゃなかったら別にそれはそれで構わないので、バサギリ投げて。相手テラス切ってくる。ほう。それはそれでありがたいよ。上がれてるゴールドラッシュかな。あ、オッケーオッケー。これででも新速の一環ができたんで、これは勝ちでしょう。強い。海流軸のサイクルがやっぱ強い。順当に強いな。オッケーオッケー。バサギリは突破されますが、むしろテラス切られないからやだったな。テラス切られなかったら切られなかったら割と新速連打とかも安定だったから。でここは、まあ、新速の一環ができてるんで、ノマシン連打でいいでしょう。よし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 。すまん、海流最強です、すまん。ここは、ノーマルテラス。あと負け筋なんだろうな。羽集めでこっちの新速の PP からされるくらいかな。さあ、新速。あ、よいしょ。相手もゴツメ海流の場合だけちょっとワンチャン負けられるかもね。あ、テラス切んなくてもよかったかな。あー、どうだろう。海流バックがあんま見えんから。そうだね、テラス切らなくてもよかったかも。高いよ。とりあえずでもここは新速安定なんで、新速から入ります。新速、あ、よいしょ、強よ、ありやすめ。オッケーオッケー。じゃあここはアンコールしましょうか。あと意外と怪しい、あ、羽の PP からして勝ちか。アンコールで、まあ、S ちょっと振ってんのが生きてんだ、これは。ここは PP 節約のために自信連打で OK ですね。あのやつの PP 枯れたら、そこから新速で殴っていきましょう。OK。はい、対戦ありがとうございました。はい、最強、カイリュー。はい、いかがだったでしょうか。いや、しっかりね、このカイリューの強さ見せることができたんじゃないかなと思います。本当に強かった。やっぱね、この環境トップ、かつね、このカイリューに強く出られる、羽ばたく神とパオジアン。この2体がね、出禁になったことによって、まあ、今まで以上にね、このカイリューを強く動かせる環境なんじゃないかなと思います。あとね、この環境的にね、復権しそうなドドゲザンですとか、イルカマン。まあ、この辺のね、物理ポケモンに対しても、今回のね、このゴツメアンコールカイリューは強く出られるので、まあ、そこ込みでね、非常にこのカイリュー通りがいいんじゃないかなと思います。いや本当にね、この海流めちゃくちゃ強かったので、ぜひね使ってみていただけたらなということで、本日のレンタルパーティーがこちらになります。まあ、なんかイメージ的にはね、この海流サーフを中心にサイクルを回して戦うパーティーになっています。本当にね、この海流中心にね、非常に強力なパーティーになっていると思うので、ぜひねチャンネル登録高評価下上でたくさん使ってみていただけたらなと思います。はい、それでは今回はここまで。もしよかったらチャンネル登録高評価コメントまたね、概要欄から Twitter のフォローぜひよろしくお願いいたします。またね、終盤のランクマッチですとか公開収録の方メンバーシップ限定でやっておりますので、ぜひねメンバーの方も登録していただけたらなと思います。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。